皆様こんにちは、滝沢克成でございます。いかがお過ごしでしょうか。元気しておりますでしょうか。本日この動画を撮影しているのは2022年の9月29日午前11時11分とかなんですけれども元気しておりますでしょうか。ちょっから僕の方からですね、お知らせしたいこと、お伝えしたいこと、感謝の気持ちを述べたいこと、まあいろいろありますので、よかったらお付き合いいただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。まず一つ目、バシッと皆様にお伝えしたいのは、先日9月23日からスタートいたしました、2022年滝沢克成夏巡業、遠征の工程が全て無事に終了いたしました。うわー、23日のここ相模原からスタートして、名古屋に行き、神戸に行き、広島、福岡と経て、無事に帰ってきてですね、特にトラブルとか怪我とか事故とかもなく、無事に終わることができました。ありがとうございます。うわー、まあ、ちょっくら初日のね、名古屋に向かうときに午前中大雨で全く新幹線が動かないというトラブルもあったりしたんですけども、まあなんだかんだで、ね、別に遅刻とかするわけでもなく、工程が崩れるわけでもなく、無事に終わることができました。各会場に遊びに来てくださった方をもちろんはじめとして、まあ、ツイッターでもね、なんか行きたかったとか、なんか応援しますみたいな感じでリプライをしてくださる方、実際に遊びに来たりとかリプライとかしなくても、まあ、かけながらこうね、こっそりとこう見守ってくださってる方、まあ、とにかくもうこの滝沢克成という人間に関わってくださる本当もう全ての方にも感謝でございます。この動画を見てくださってありがとうございます。本当に恐れ入ります。で、今回のこの夏のパッケージに関しては一応まあ相模原、名古屋、神戸、広島、福岡というまあね、遠征ライブを終えて、明日の9月30日町田にあるマホロザ町田さんというライブハウスでワンマンライブをバーンとして、まあ一応この夏のパッケージが終わりという形にさせていただいてるんですけども、だからまあ本当にもういわゆるその舞台でいうとこのその千秋楽の前日みたいななんかそんなところでございます。なんか各会場でですね、本当にもうすごいたくさんの方に囲まれて、もいろんな経験をして、いろんな学びがあり、いろんな気づきがあり、何よりもそういうたくさんの幸せな気持ちとたくさんのパワーをいただきまして、もう明日のライブではそれらを全て炸裂させてやろうと思っているわけなんですけれども、本当にもうね、関わってくださる方々、本当に皆様ありがとうございます。ありがとうございます。で、この動画でですね、お、竹谷さんそんなことやってたのかと、初めて知ったぜという方、もしいらっしゃいましたらですね、明日のマホロザ会場チケットまだ数枚ありますし、もし町田にアクセスできそうだったら、ぜひご検討いただけたらすごく嬉しいです。で、町田に来れなくてもですね、配信チケットもございます。マホロザさんは本当もうすごい、この配信に関してはめちゃめちゃ力を入れてるんで、すごくこのいい映像といい音質でね、すごい演奏を楽しんでいただけると思うので、もしよければですね、配信の方もぜひゲットしていただけたらすごく嬉しいなと思う次第でございます。ほんまに、もう、めっちゃやってやろうっていう、なんかそんな感じです。で、一応お知らせとしてはですね、まあ明日は、ワンマンライブという形ではあるんですけども、ゲストが、まあ、2名おりまして、まあ一人はその石川美穂というか、まあつまりは歌い手なわけなんですけどもね、まあ歌い手がちょっとプチ復活みたいなこともあって、結構ね、楽しみにしてくださっている方が、いらっしゃるので、まあそこら辺に関してもですね、このバシッといい演奏を届けできればなと思っております。その歌い手に関してはですね、配信も、バッチリ映りますので、ぜひとも遠方の方、あ、歌い手も見れるならちょっとチケット申し込んじゃおうかなみたいな感じで思っていただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。で、もう一人のそのゲストさんはですね、ちょっと会場限定やってしまうんですけども、実はその、ヒルダンデスの番組をきっかけとして、うっちゃなんちゃの南原さんと、なんかこう仲良くさせていただく機会がすごい最近増えて、ここ1年ですごく増えておりまして、で、南原さんにいろいろこの相談したところですね、なんとその僕のワンマンライブもですね、まあゲストということで、少しですけど、この演奏していただけるということで、会場限定にはなってしまうんですが、その南原さんの演奏とかも、見れるなかなか面白いイベントとなっております。ほんとね、なんか南原さんのこのオリジナル曲の面白さというかユニークさというかね、そういうのもね、ちょっと楽しんでいただければなと思うんですけども、まあ、もしよければ YouTube でカタカナで中目黒ワルツと検索をしてみてください。その中目黒ワルツをね、ある程度このコードを作ったりとか、なんかメロディーの手伝いしたりとか、あと MV ですね、この映像を撮って編集しているのは僕だったりとかするんですけども、まあこんなことやってたんだみたいなことをですね、思っていただけたらと思うので、もしよければ中目黒ワルツ検索をしてみてください。そんな感じですね、このゲストの演奏もすごく楽しめるようなイベントとなっておりますので、ぜひ今からでもですね、ご検討いただけたらすごく嬉しいところでございます。よろしくお願いいたします。というのがまあお知らせしたかったところです。ありがとうございます。で、まあここからちょっと雑談っぽくなるんですけれども、
まあ、今回この久々に、まあ、巡業という形でですね、まあ、いろんなところに行かせていただきまして、まあ、いろんなことをいろんな方とお会いしてですね、まあ、そういうこの気持ちがふっくらするというか、そういうやる気が出るというか、なんか本当なんかそんな気持ちがめちゃめちゃいっぱいあるわけなんですよね。まあ、考えてみたらね、前はさ、その年に1回2回3回とかね、結構巡業に日程を組んで、まあ、各巡業、なんか春巡業、秋巡業、夏巡業みたいな感じで、まあ、大体もう5箇所、6箇所、7箇所ぐらいこうバーッと回ったりとかしたわけなんですけども、まあ、この2年ぐらいはですね、まあ、歌い手の活動休止もあるし、まあ、例のサムシングによってですね、なかなかそういうイベントがやりにくいところもあって、で本当にこういう一人でこうバーッて行くパッケージっていうのはですね、すごく久々で、なんかもう平たくとてつもなく幸せで、平たく言うと本当もとてつもなくこのパワーをもらったというか、なんかやる気に満ち溢れるというか、なんかこのね、やる気充電、まあマックスみたいな感じで、なんかこういろいろとこのパワーがチャージされたような感じなんですよ。うおーやったるぜ、うわーみたいな感じに、本当皆様一人一人の、笑顔にさせていただきまして、本当にもう頑張ろうと、思える日々でございました。やっぱりこういうのはですね、まあ、人によりけりなんでしょうけれども、その僕はあんまりなんだろうな、その自己主張というか、なんだろう、その自分がなんかこの出したいこのテーマとか、その音楽だったりとか、なんかスタイルとかがあるわけじゃなくて、なんか僕自身はその根本的に、そのあんまりこの主体性がないというか、なんていうのかな、メッセージ性がないというか、あんまりこのこれが俺のスタイルみたいなのってそんなないんですよね。その何においても、まあ、単純にその人に喜んでもらうのが好きっていうのがそのもう僕のスタンスなので、なんかみんながこの喜んでくれたりとか、みんなが楽しんでくれたりとか、なんかこう、お俺も頑張ろうみたいな風に思ってもらえるようにするために、私はどういう形であるべきだろうかっていう、なんかそういうのがその僕の基本スタンスであって、でやっぱりそれってそのね、直接やっぱお会いしていろんなこの話をしてもらって、あ、こういうところで僕はなんか役に立ててるのかとか、あ、こういうところで私はすごいこの好かれてるのか評価されてるのかっていうのを、やっぱり如実に知れることが僕にとっての一番のこのガソリンになるというか、燃料になるところが結構あるんですよね。もちろんそれまでもね、そのツイッターのリプライとかで、なんかこのありがとうございますみたいなことを言ってくれたりとか、まあ公式 LINE の方でね、なんかいろいろ熱いメッセージを送ってくださったりとかするのもすごくもちろん嬉しいですし、うおーやるぜっていうふうにはなるんだけども、やっぱりこう各会場でですね、こうたくさんの方に集まっていただいて、なんかこう楽しくこの演奏を聴いていただいているというか、なんていうか、楽しくこのイベントをなんかこう過ごしてくださってるなーっていうふうにこの思えるのが、やっぱり一番のこの僕の、あ、今まで頑張っててよかったっていうなんか気持ちに直結するところでして、だそういった意味では本当にこの数日間はとてつもなくなんか満たされた日々というか、本当もうこの上なく幸せな気持ちをたくさんいただいて、皆様からその元気を頂戴したところでございます。でそういったこの気持ちの迷いみたいな、なんだろうかな、そのもう平たく言葉で言うと、なんか俺はこのままでいいんだろうかっていう感じの気持ちの迷いみたいなのがやっぱあるままで過ごすと、やっぱりそういうのがね、すごいこの如実に出るというか、日々のなんか暮らし方に出てしまうというか、別にそんな気にしなくていいっちゃいいのかもしれないんだけども、やっぱり僕はね、自分に対して不安になってしまうことももちろん多々あるわけでして、そうするとね、なんかこうふとした時に、なんかこの馬力が出なかったりとか、やる気が出なかったりとか、なんか行動力が落ちてしまったりとか、するわけなんですけれども、なんかそういうものがですね、全て払拭されるぐらいにも僕のこの心のガソリンみたいなのがですね、もうフルチャージ満タンでにさせていただきました。明日のまあホール座とかもですね、なんかね、本当にこんなんでいいんだろうかみたいな感じの、まあ不安はもちろんあるんですけどね、うまくできるかなみたいなのはあるんですけれども、でも本当なんか自分に対するこの不信感というか、なんかこの自分がなんかこう信じられないみたいな、なんかそういうなんか不信感ですね、まあそういったものでね、だいぶ払拭されたような気はしますね。まあもちろんね、全力で頑張らせていただく所存ではあるんですけどもね、まあ、僕は僕である以上のことはできませんので、まあちゃんと自分のできることをまあコツコツとやっていこうと、素直にまっすぐに、正直になれる気持ちになれております。本当そういうふうに思えるのもですね、本当ここ数日間でこうバーッとお会いできた皆様のおかげさまでございます。ただその皆様のためにというわけではございませんけれども、ちょっとなんかこう、ああ滝沢はそんだけ頑張れ、まあ、こういう風に頑張れるのは俺のおかげなんだなと思っていただいて全然大丈夫ですのでなんかそういう気持ちも応援の気持ちを持っていただけるようでしたら、明日のまころ座とかもですね、ぜひいろいろと前向きにご検討いただけたら、すごく嬉しいなと思います。一応程度としてはですね、
あ、そう、私誕生日だったんですよ。もう38から39に昨日なりまして、9月28日になりまして、一応この工程中はですね、その滝沢克成39歳の、まあ誕生日バースデーワンマンライブツアーみたいな、そういった意味もあったんですけれども、新しい39歳の滝沢克成がですね、このズバーンドゴン、うわーすごいみたいな感じでスタッと切れるように頑張らせていただきますので、まあフォローザーぜひご検討くださいませ。いろいろ難しいなと、会場行くのも配信チケット難しいなという場合でもですね、まあ今後ともですね、私滝沢克成もね、全力でバリバリと邁進していく所存でございますので、いろんなことやってんな、頑張ってんなと、見守っていただけたらすごく嬉しく思います。そんなところでございます。まあ、ちょっくら長くなってしまいましたけども、以上とさせていただきたく存じます。今回夏巡業、皆様ご来場いただきまして、ツイッターチェックしていただきまして、陰ながら応援していただきまして本当にありがとうございます。そして明日、9月30日マホロザ会場チケットちょっと余ってます。そして配信チケットは全然まだまだいけます。ぜひご検討くださいませ。そしていつもいつも YouTube の動画を見てくださったりとか、ツイッターのリプライ見てくださったりとか、公式 LINE のメッセージをくださったりとか、本当にも皆様からの応援のメッセージ本当にありがとうございます。今後とも頑張らせていただく所存でございますので、ぜひとも何卒よろしくお願いします。はい、そんな感じで終わりにさせていただきましょう。ちょっと前日ですけども、今日なかなか私もハードスケジュールでございまして、こっからあっち行ってこっち行ってって言わなきゃいけないんだけども、頑張りますので、皆様も頑張ってくださいませ。お互いに頑張りましょう。そんな感じで終わりにさせていただきます。それではグッバイ、じゃあね、さよなら終わりー。あいやー。